タルトコシンジとは、日本の政治家、元衆議院議員、総務大臣、内閣府特命担当大臣、衆議院環境委員長、衆議院国家基本政策委員長、民主党国会対策委員長、民主党幹事長代行、希望の党代表代行などを歴任した。島根県医師郡水戸野町生まれ。小学生時代は、少年野球、当時野球部のなかった。 中学校時代には、サッカー部に所属し、キャプテンも務めた。サッカーでの推薦入学を高校数校から受けるが、甲子園出場を夢見て、高校野球の名門校である、大阪府の明星高等学校に進学する。明星高校では、野球部に入部したが、腰、肩の故障により退部。大阪大学経済学部入学後、公式野球部に入部し野球を再開するが、 今度は、肘の故障により退部。その療養中、松下成形塾の創設を新聞で知り、大学卒業後に入塾した。同塾の第三期生であり、同期には佐々木隆三、松沢成分らがいる。1990年、第39回衆議院議員総選挙に無所属で、旧大阪七区から出馬するが、落選。その後、自由民主党の衆議院議員。 江藤う志郎の秘書を務める。周囲からは、世襲政治家でもなければ裕福でもないのだから政治家になるのは無理だと説得を受けるが諦めず、その後も地道な選挙運動を続け、1992年5月、松下政経塾の評議員であった、元熊本県知事の細川森博が決闘した、日本新党に参加。1993年の、 第40回衆議院議員総選挙では、日本新党公認で、旧大阪7区から出馬し、初当選した。1994年、日本新党の回答により、新新党に合流。1996年の第41回衆議院議員総選挙には、小選挙区比例代表並立制の導入により、新設された大阪12区から新新党公認で出馬し、 自民党現職の北川石松を破り再選。1997年12月、新進党会党に先駆けて離党した細川に従って自身も新進党を離党し、細川を党首にフロムファイブを決闘する。1998年には民政党を経て民主党に合流。民主党では若手議員のグループ、ダッシュの会の初代代表世話人を務めた。 1999年10月26日、民主党行政改革部会長に就任。2000年の第42回衆議院議員総選挙。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、北川石松の次男である北川智勝を大阪12区で破り、再選。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、大阪12区で北川に破れ。 比例復活もならず落選した。落選中、民主党ベテランの最高顧問、渡辺光三が選んだ、次世代のリーダー候補、七部業の会に、現職から唯一抜擢される。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、大阪12区で連合大阪の支援を受け、自民党の北側に比例復活すら許さず約四万票差をつけて破り、国政に復帰した。 総選挙後、衆議院環境委員長に就任。国政復帰後は、民主党幹事長の小沢一郎に接近し、半小沢の色彩が強い、七部業の会からは距離を置いていた。2010年6月、鳩山幸男の首相辞任に伴う民主党、代表選挙に、世代交代、党内の結束を訴え出馬した。代表選では、一審会の三井弁優が、 選挙対策本部長に就任し、推薦人には、日高強しら、小沢の側近が名を連ね、実質的に、小沢グループの支援を受けたが、財務大臣であった、菅直人に敗れた。なお代表選出馬にあたり、7部業の会からの卒業を明らかにした。菅代表の下で、民主党国会対策委員長に起用される。同年9月の民主党代表選挙では、 執行部の一員ながら、小沢一郎に代表選への出馬を流し、小沢への接近を一層強める。小沢は代表選に出馬したが、官に敗れた。党役員人事により、国対委員長を離任し、衆議院国家基本政策委員長に就任した。同年10月、30人の国会議員が参加した、青山会を発足させる。 2011年の地方統一選挙で大阪府議会、大阪市議会、堺市議会における民主党の議席がほぼ半減する敗北を喫したため民主党大阪府連代表を隕石辞任した。同年の民主党代表選挙に一時立候補を検討したが最終的には出馬を見送った。2011年8月31日。 民主党代表に選出された野田義彦は参議院議員のコ石氏東を幹事長に起用し、タルトコはコ石氏を補佐するために新設された役職である幹事長代行に起用された。2012年9月28日、党役員人事により民主党幹事長代行を退任し、同年10月1日に発足した野田第三次改造内閣で、 総務大臣と内閣府特命担当大臣に任命され、初入閣した。また、地域の活性化を総合的に推進するため企画立案を呼び、行政各部の所管する事務の調整を担当する国務大臣も兼務した。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、大阪12区で自民党の北側に約3万票差で敗れ、得票数も北側。 みんなの党の石井龍馬に次ぐ3位で、比例復活もならず落選した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙でも大阪12区から出馬したが、再び北側に敗れ、比例復活もならず落選した。2013年1月、タルトコ総合研究所の所長に就任。2015年4月の大阪府議会議員選挙では、 寝屋川市選挙区で公明党候補の支援を行った。2015年6月には株式会社やマネメディカルの取締役に就任した。2016年6月に任期満了のため取締役を退任。民主党の解消に伴い民進党、大阪フレーン幹事長に横滑りするも、2016年4月25日に離党届を提出する。民主党は、 政権運営に失敗し、国民の期待を裏切り、信頼を失った。無所属として、再スタートしなければならない、過去を生産し、再出発したいとして、4月30日、民進党常任幹事会で了承され離党した。2017年の第48回衆議院議員総選挙に当初は、大阪12区から無所属での出馬を目指していたものの、 希望の党の公認を得て比例近畿ブロックの単独一位候補として出馬した。同年10月9日に希望の党代表補佐権選挙対策事務局長に就任し、10月21日には党代表の小池百合子から長年の名優であることを理由に党代表代行に指名される。代表代行の任期は小池のフランス出張が終わる10月25日までとされ、 10月22日の投開票日には開票センターで各放送局のインタビューに応じた。自身は比例近畿ブロックの単独1位候補として5年ぶりに国政復帰を果たし、10月25日の希望の党の両院議員懇談会で暫定人事案のまとめ役に就くことが決まった。一方で同懇談会では比例名簿の優遇が不公平であるとして、 泉健太がタルトコに対し議員辞職を求めた。10月27日に代表代行の続投が決まるも、新代表に玉木雄一郎が選出されると代表代行職から外れた。2018年5月、希望の党が回答し、国民民主党に合流したが、タルトコはこれに参加せず無所属となった。2019年1月6日、 北側の死去に伴う4月21日投開票の大阪12区保全への立候補を表明し、同28日付で議員辞職した。それに伴い、2月5日に、旧希望の党の比例名簿で辞典だった、間ぶ住夫が繰り上げ当選した。4月21日、投開票の結果、得票数3位と惨敗し落選。これにより、自身5度目の落選となった。 2010年12月、寄付金控除の適用を受けている自身の政治団体、関西政経文化研究会が国会議員関係政治団体としての届出がなされておらず、2009年分の政治資金収支報告書も報告されていなかったことが産経新聞に報道された。広島県、島根県の県境にはかつて、タルトコという集落が存在した。 現在はそこにタルトコダムがある。珍しいタルトコ星の由来について事務所関係者は出身地の島根県に作り酒屋が多い関係ではないかと述べている。日本製紙語源辞典によればタルトコ星は福岡県をはじめ西日本によく見られる。ありがとうございます。